ケル君、みなさん、その向こう側にしか存在しないのだから、鍵かけ閉ざす装甲の門、七枠七星が招きたる由来送風の星、門戸クレイレン、急ぎて律令のごとくなせ。千歳の友から雷霧、ブーン、時間がない、手短に頼む。私はあなたたちの仲間ではないのに。君も守りたいのは同じはずだ。ならば同志であることには変わりない。それに生き残ったら君も光源学部の一員になってくれたな。部長のユキコ君の代わりに私がお願いする。鍵かけ閉ざす装甲の門。
七枠七星が招きたり由来送風のせい無国霊霊急ぎて律令のごとくなせ千歳の友から真打ち同時切り安綱行け。ミサオは私が食い止める。虹のゲオルギウスとリーゼロッテを倒すんだ。少子危険残月貴様の相手はこの私だ。坂部ミサオ生クラの勝手に二度と切れぬようにへし折ったはずだが同時斬りを持って戦うというのならこの草壁美沙の技の全てを持って退治せねばなるまいな。望むところ
してベゼルスという町で生まれ育ったただの女。そのはずだったのに、私がリーゼロッテであることを全て思い出してしまった。その通り、自分がどこで生まれ育ったのかすら思い出せなかったけれど、全て思い出してしまった。この私がどんな地獄を歩んで、どんな絶望を味わったのか。私がどうしてこんなことを願ったのかも全て理解できてしまった。ただその剣で私を、いいえ、リーゼロッテを倒すためにここに来た。そうでしょう。こんなこと私には耐えられない。だから殺して。私と、そしてリーゼロッテが救われるには殺されるしかもう方法は残っていないの。私、リゼットに、そして哀れなる迷い出てるリーゼロッテに。勇気しろ、数え切れぬ夜、数え切れぬ絶望、数え切れぬ憎しみを超えて、今私はここにいる。忌まわしきゲオルギウスの戒めが失われている。私を止める者なら存在しない。美しき暗黒のビュトスによって
この汚れた世界を浄化する時がついに訪れるのよ。見ているかしら、ベラード、この美しい滅びの光景を。私たちの願いが今ここで成就するのよ。人類の歴史が終止符を打つという場面を立ち上げ、こんなことを一人で。現実とはままならぬものよ。ならとし、貴様がケース・ブートスを止めると言っているのか。少子、貴様がごとく脆弱な人間風情、この私リーゼロッテ・ベルクマイスターを倒すのだ。時の終わりを前にして身の程をわきまえるがいい。ベラード、私たちの願いが叶うこの夜にあなたと開口できるなんて、これこそ奇跡というものなのかしら。先を私に向けるの、ベラード。罪に汚れたこの世界から全ての魂を救済するには、この世界を滅ぼす他にない。そう教えてくれたのはあなたじゃないの、ベラード。ベラード、この美しい赤い夜こそがあなたと私が望んだ最果て。これが私たちの目指した世界なのよ。
あなたはベラードなんかじゃない。私の愛したベラード、神に見放されたこの世界ただ一人立ち向かい屈しなかった男、貴様のような時にベラードの崇高な思想の何がわかるというの。奥下にあるベゼルスが陥落した日から数百年、私は人類の歴史をこの目で見てきた。繰り返される悲劇、繰り返される愚行、血と涙こそ人類の歴史を紡いできたことを知っている。この私だからこそ繰り返される悲劇に終止符を打てる資格がある。私の名はイーゼロッテ・ベルクマイスター。世間知らずの小娘の名など数百年前に捨て去ったわ。嘘よ、そんなの嘘。私があの時の憎い憎い十字軍と同じ。私はリゼットなんかじゃない。私の名前はリーゼロッテ・ベルクマイスター。この世で最も汚れしバビロンの魔女、リンネという炎寒の地獄から全ての魂を解放すること、それが私の悲願、そして復讐の成就。その名を口にするな。あなたがたとえ本当にベラードの生まれ変わりだとして、このアルスマグナの邪魔をするならビュトスの到達を待たずこの手で殺す。あの日はもう戻らない。許すわけにはいかない。貴様の言った通り、私の幸せ、未来を奪ったこの世界、許すわけにはいかない。だからリンネの宴会を断ち切るのでしょう、ベラード。私が生きてきた数百年の間、味わった絶望、悲願、苦痛、そして滅ぼしてきた全ての敵、
それは全てが無駄で間違いだった。私は認めない、認められるはずがない。800年の孤独が過ちに彩られた夢幻だったなんて決して認めない。私が愛したのは世界の滅びを夢見たベラード、そしてその悲願を成就するために私はここにいる。それはこのリーゼロッテ・ベルクマイスターの全て。私の邪魔をする者はその命をもって償うがいい。ユトスを召喚しているこの場が私の支配下、私の結界であることを知らぬわけではあるよ。所詮貴様もゲオルギウスたち同様にこの結界から生きて出ることなどできない。絶望とともに終末の時を迎えるがいいわ。終末の時はベラードの名を汚した貴様なぶり殺しにするのだ。せいぜい私を楽しませなさい。
何を見ている。貴様は終末を祝うために踊る道化、死ぬまで踊り続けるがいい。この私に剣の切っ先を向けるとはどれほどの猛者か。この身に刃を当てることもできぬほどの弱卒とは、なんともつまらない。
雷撃をまとう刃、シルフェを司る剣というわけか。だが私だってドラスベニアで炎の魔女と呼ばれたもの。死でのはなむけに私の放つ地獄の豪華を見せてやろう。死ね！なんだと？このバビロンの魔女を前にして作家知らな真似を。沸騰する混沌より冒涜の光を呼び寄せ、原初の闇より生まれし万物を今その座に返せん！いかなる精霊の加護をもっても防ぐことが不可能、究極の暗黒魔術ケース・ビュトスの成就を断つ。プシュケイもプネウマも消え失せるがいいわ！
嘘。刃が五臓を切り裂く感触、これが最後と思えば恍惚と感じられるわ。貴様のような小わっぱがあの時の女剣士と同じ技を繰り出そうとはね。楽しませてもらったぞ。この私が不老不死の魔女と呼ばれていることを知らぬのか。殺しても死なぬのよこの魔女。いや、死ねぬ。いかなる方法をもってしても死ねぬ体だからこそこの最果てまでたどり着いてしまったのだ。さあ、貴様が全人類を救う勇者を気取るのならこの私を殺してみせるがいい。ベラード、覚えているかしら？すべての人間を殺すことで罪の円環を壊したとしてもこの私は不死。浄化された世界でも罪深い私は生き残ってしまうかもしれないと、そう私は答えたことを覚えているかしら。
その時あなたは何と言ったかしら。100年も昔に見た夢物語を今ならくすがろうなど、このリーゼロッテもほうけてしまったのかもしれない。座教はこれまで。この体に刃を突き立てることができた褒美として、あなたに真の絶望を与えてあげましょう。インデックス14世である虹のゲオルギウスと一騎当選の使徒たち、それにあの陰陽師の女剣士、あれほどの猛者たちが徒党を組み、私と戦って何故に私を倒せなかったのか、その真の意味を知るがいい。ファンタズマゴリア、探してたんだよ。少女時代に夢見た人並みの恋など、今は遠い幻。
ただひたすら人外の敵を切り倒すだけの日々が私の全てだった。なんと浅ましく醜い一生なんだろう。まあ、なんだ。昨日は悪かったな。俺の場合、お前らと違って思ったことをすぐ口にしちまうからさ。なんつうか、空気悪くしちまったな、と思って。慣れてねえんだ、仲間とつるむのとか。まあ、俺がいなくてもなんとかなんだろう。やっぱ俺がいない方がうまくいくんじゃねえか。光源学部の連中はさ、やっぱ群れるの苦手だわ。
力でファンタズマゴリアを突破するだと。貴様、それでも心を持った人間か。方法をもってしても破壊できない。
クリフォトの魔石が。愛して。